こんにちは、柴戸です。今回は、ボスの懐かしい機材シリーズで、ラックのマルチ GX700 をですね、鳴らしていきたいと思います。この間ですね、GX100 が出たんですけれども、まあ、それのね、前の機種というふうな形になっております。アンプはこちら、ブラックスターのフライ3です。バイパスでこんな感じです。じゃあね、この1番から鳴らしていきたいと思います。マルチらしい感じの音ですね。はね、絶対入ってるんですよね。エディーズチャンネルでワウシフト。こういうね、大げさなのがね、マルチは好きですよね。全然使えそうな感じの音ですね。うん、カッティングだけどディレイがバリバリにかかってる。リバーブか。飛び道具系ですね。フェイザー。マルチのフェイザーっていいっすよ。ボスのね、マルチのフェイザーいいんすよね。アナログオクターバーか。これはね、 GT1 とかにもね似てます。 GT1 とかね、 GT100 の JC もこんな感じですね。インリバーブかな。マッチ。まあ、モデリングが入ってるって感じなのかな。うん、めちゃめちゃディレイかかってる。めちゃね、ディレイかかってますね。
ンっぽい感じなんでしょうね。で、タオル。なんか何でもね、ディレイがちょっとかかっちゃってますね。ブルースドライバーかな。DS1 でしょ。DS2。まあこの辺はね、さすがですね、本家ですからね。GT5 とかもそうですけど、ファズがね、なぜかね、こんな感じになるんですよね、ボスのマルチ。なんかね、か細いというか。あ、個人的にはこれ、かなり好きですね。スーパーコーラスです。
また戻ってきましたね。こっからは自分で作るところエディットになっているので全部で100種類でしたね、というふうな感じでございました。長丁場になりましたね。今割とねお安い値段で手に入れることができるので、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。柴戸でした。